マーくんの歯医者さん作岡田直樹え川田邦子そう、はい、じゃあここうん、よかったら右下で全部あまりこれ何ほらまずこれはちょっと登場人物読んでからじゃないと作岡田直樹え川田邦子今日は森のみんなでピクニックに来ています。いただきます。これからみんなのお楽しみのお昼の時間です。ところが猿くんだけは元気がありません。猿くんはお口を押さえながらバナナを少しずつ食べました。そんな猿くんの隣ではカバくんが大きな口を開けて元気よくスイカを丸かじりして食べようとしています。ここなんて書いてる？ガブもぐもぐもぐ。そう、もっとでかい声じゃん。ガブもぐもぐもぐうん、はい。あー、美味しかった。あっという間にスイカを噛み砕いてしまいました。サラ君が羨ましそうに言いました。カワ君の歯は何でも噛めていいな。ウサギさんが言いました。虫歯が一本もないなんてすごいな。リスさんが聞きました。何です、何丈夫なの、なんでだと思う。僕の歯が丈夫なのは鳥の歯医者さんにいつも見てもらってるからだよとカワ君が教えてくれました。ウサギさんがびっくりして聞きました。そうだよ、歯医者さんでいつも歯をきれいにしてもらっていれば虫歯に負けない歯になるんだよ。なるほどとみんなはうなずきました。歯医者さんに行くと悪いところがないか点検をしてくれる。歯はきれいになる、歯が強くなる、しばらくしてサルさんがもじもじしました。カバ君は歯医者さん怖くないの？怖くなんかないよ。僕は歯医者さんに行くのが楽しみだよ。だって僕の歯をツルツルピカピカにしてくれるんだ。それに鳥の歯医者さんの魔法の歯ブラシは気持ちがいいしね。リス君とウサギさんは魔法の歯ブラシとは何だろうと不思議に思いました。そうだ、今日は歯医者さんの予約でしているんだ。みんなも一緒に行ってみようよ。これそう、なんだと思う。これこうしてみんなでカバくんの輝っている歯医者さんにやってきます。こんにちはカバくん、今日は友達も一緒なのね。鳥の歯医者さんと歯科衛生歯科衛生士さんが優しく迎えてくれました。それではカバくんお口の中を見せてね。カバくんがお口を開けるといつもお口を大きく開けてくれて助かり、虫歯もないし綺麗に磨けているよね。これから磨き残しかないかよーく見てるね。鳥の歯医者さんは長い棒の鏡でカバくんの歯を一本一本見ています。少し磨き残しはあるかな。こういう風に歯ブラシを当てるとよく磨けるよ。鳥の歯医者さんが丁寧に磨き方を教えてくれます。本当だ、綺麗になった。次はスペシャル歯ブラシでツルツルピカピカにしましょう。キルキルキル。みんなは機械の音にびっくりしましたか。カバくんはとっても気持ちが良さそうです。あれが魔法の歯ブラシか。みんな魔法の歯ブラシが気になって仕方ありません。はい、おしまいです。さっぱりしたかな。カバくんの歯は眩しいくらいにピカピカになりました。
診察が終わると先生が乾く、また見に来てねと、じゃなくて、みんなも歯医者さんにいつでもおいでに、怖くなかったでしょと言う猿くんが、うん、僕も歯医者さんに通ってカバくんみたいなかっこいい歯になる。みんなも笑いながらうなずきました。おしまい。